なんだお前ら、ガキが気軽に来ていい場所じゃねえぞ。神殿のお宝の件で話があるの、ウォルトさんに取り次いでくれない？ウォルトさんがお会いになるそうだ。2階へ行きな。あんたがウォルトね。こいつを見てもらえるかしら。確かに例のお宝だ。あの神殿からよく持ち出せたな。私たちにかかればちょろいもんよ。お前ルーティーカトレットか。聞いてた話と特徴が一緒だな。どこで何を聞いたのか知らないけど、確かに私がルーティーよ。そうか、お前があの主戦道強欲の魔女で名高いルーティーか。なるほどな。だったらお宝を手に入れたのも頷ける。人の目の前で堂々と悪口並び立てないでほしいんだけど。今までどんな人生を送ってきたのだ。通り名があるのってかっこいいな。あ、私のことはいいから商談に移りましょう。じゃあ早速報酬を。おっと、1万ガルド。ふざけるな。依頼状には5000と書いておいただろう。私の目は節穴じゃないわ。このお宝なら相場はもっと高いはず。他へ持って行ってもいいのよ。さあどうする？ほら、ことを荒立てる気？こっちにだって護衛役はいるのよ。あ、どうも。俺に睨まれても動じないとは、大した肝の太さだな、兄さん。あのさ、ルーティー、これってゆすりって言わないか？そんなことを考えていたのか。違うわよ。私は別にこの人から依頼を受けたわけじゃない。私が独自に手に入れたお宝を持ってきただけ。だから立派な商談よ。なるほど、それなら問題ないか。正しくないことはするなってのもエルロン家の家訓の一つだからな。面白いな兄さん、気に入ったぜ。いいね通り払ってやろう。毎度あり。話の分かる人でよかったわ。さて、念願のお宝も手に入れたことだ。一つ祝いの宴と行こうか。お前たちもぜひ参加してくれ。共に喜びを分かち合おうぜ。ああ、そういうのパス、めんどくさいから。まあまあ、うまい食い物たっぷり用意させるからよ。食い物たっぷり。こう言ってくれてるんだ。素直に好意を受けないか。うん。あんたたち何結託してんのよ。仕方ないわね、ちょっとだけよ。よし、話は決まった。客人をご案内しろ。うわ、これ美味しいですね。兄さん、いい食べっぷりだな。ますます気に入ったぜ。マリー、あんたすっかり出来上がってるじゃないの。ほんと、うまっ。ちょっとマリーにスタン、こんなとこで寝ないの。何をする気？やめなさい。スタン、起きろ。ルーティーが我を。もうダメ、お腹いっぱい。勘弁してくれよリリス。スタン、おい、スタン、スタン、スタン、大変よ。あ、ルーティーにマリーさん、ここどこ？昨夜あんたとマリーが潰れたから宿屋まで運んでもらったのよ。そんなことはいいの。敵
に囲まれたわ。敵？はい、これ。どうしてルーティーがディムロスを？どうしたもこうしたも。話は後、急いで脱出するわよ。これはルーティーカトレットだな。身柄を拘束する。一体どうなってるんだ？ウォルト、あんたの仕業ね。お前には手配状が出回っている。善良の市民の義務ってやつだよ。これで盗掘者を捕らえることができます。ご協力ありがとうございます。工場金の件は一つよろしく。ウォルトのやつ、金欲しさに私を売ったってわけ？手配状ってルーティーは犯罪者だったのか？知らないわよそんなこと。ルーティーは犯罪者なんかじゃない。相棒の私が保証する。マリー、せいぜいレンズ監禁の際に担当者を脅して単価を上げるくらいだ。マリー、立派な犯罪ではないか。でもね、それくらいのことで普通こんな取り物にはならないわよ。よし、わかった。ルーティーは心当たりがないそうだ。何かの間違いじゃないか。邪魔立てすると貴様も許さんぞ。そこをどけ。だからそう喧嘩腰にならずに、まずは話をしようって。なんとふてぶてしい態度。もう許さん。かくなる上は全員捕らえてやる。かかれ！爆炎拳！
話をする気になったか？おのれ。無様なものだな。これ以上見てはおれん。リオン様。そこをどけ。僕が相手をする。事情も知らずに正義の味方を気取る。お前どこのバカだ。バカじゃない。スタン・エルロンだ。あいつが持ってる剣、まさかシャルティエじゃないのか。やっぱりまたソーディアンが出てくるとはね。セインガルド王国客員剣士リオン・マグナスだ。ソーディアンが2本あるとは好都合。まとめて持ち帰ってやる。なんだどこの腕づくというのも悪くない。ソーディアン同士が戦うとどうなるか一度試してみたかった。いざ。塵も残さん超破滅症へ。闇の炎に抱かれて消えろ。さあ大丈夫か。ルーティーしっかりして。バカどもが。こいつらをダリルシェードへ連行しろ。ちょっと出しなさいよ。いつまでこんなとこに入れとく気。はあ、散々だわ。アトワイトはともかく、どうしてお金まで取られるのよ。これはこれでなかなか楽しいぞ。そりゃマリーにかかったらなんだって楽しいでしょうけど。スタン、どうしちゃったのよ。さっきから黙ったまんまで。ちょっとあんた、アーメンチではよくもやってくれたわね。お前スタン、あんたもしかしてものすっごく怒ってる？お前強いな。どうしたらあんなに強くなれるんだ？大自然に包まれて育った方は懐が深いですこと。出ろ。私たちはどうする気？答える必要はない。黙って僕についてこい。これがセインガルドのお城か。あんたよくはしゃいでいられるわね。国王陛下の御前である。全員控えよ。ああ、アトワイト。ディムロス、無事だったか。貴様たちがなぜこの場に引き立てられたかわかるか。ちょっとアトワイト返してよ。それは私のよ。たまらんか。王国管理下の遺跡を荒らしたのみならず、街中で大立ち回りを演じるとは言語道断。断固たる処罰を覚悟するがいい。そんな。それとそこの男。はい。貴様が持っていたディムロスは本来我が国が回収するはずだったもの。それをなぜ貴様が持っている。なぜと言われてもいろいろ事情があったとしか。とぼけおって、いつまでも白を切れると思うなよ。飛行流消失の件と合わせてたっぷり話を聞かせてもらうぞ。まずい。このままだと私たち確実に犯罪者にされちゃうわ。そんなの困るよ。お待ちくださいませ。どうしたヒューゴ。あの者たちは曲がりなりにもソーディアンを扱える身、貴重な素質の持ち主です。闇雲に処断するのは早計かと。しかしこのままでは示しがつかぬ。申し上げます。何事だ。ストレイライズ神殿が何者かに襲われたとのことです。ストレイライズ神殿だと。どうなさったのです陛下。随分な驚かれようですが。ストレイライズ神殿のことがそれほど気になるのですか。それは実はあの神殿には極めて重大な遺物が隠されているのだ。それにもしものことがあったら。
その遺物とはもしや神の目のことですかの。神の目ですって？ディムロスたち何を驚いてるんだ。さあヒューゴ、知っておったのか。私はもともと考古学に携わっていたみ、それゆえ推察したまでですが。神の目というのはそれほど大層なものなのですか。はるか昔、世界をとてつもない災厄に巻き込んだ元凶だと伝えられている。神の目を二度と表に出すなかれと王家の戒めにも残っているほどなのだ。ならばすぐに調査隊を派遣しましょう。指揮は私めが。お待ちを。国の重鎮たる将軍閣下が軽はずみに動いては民が動揺します。ではどうしろというのだ。せめて他の七将軍、おっと、今は全員任務の最中でしたな。この場に適任者はおらんのか。あの、だったらそれ俺に行かせてもらえませんか。なんだと。ちょうどいい人がいないならぜひ俺にやらせてください。俺どうしても手柄を立ててセインガルドの兵士になりたいんです。無礼者、貴様は黙っておれ。自分の置かれた立場をわきまえず、どの口で士官などとほざくか。まんざら悪い話ではないかもしれませんな。確かソーディアンは神の目と同じ時代に作られたとか。古から伝わる異物同士、その能力が役に立つかもしれません。罪人を野放しにしろというか。リオンに監督させてはいかがです。あれもソーディアンを使えますので。そういう筋書きか、ヒューゴよ。もっともらしいことを言いよって、要は息子に手柄を独り占めさせる気だな。決してそのようなことは。しかし他に候補はおりますまい。あのヒューゴって人、リオンのお父さんなんだ。万一に備え、あの三人には囚人監視用の措置も施しましょう。先日レイノルズが考案した装置、あれをつけさせればいいかと。よかろう。非常事態につき今回はヒューゴの案を採用する。リオン・マグナス、はその者たちを引き連れ神殿へ向かえ。万一神の目に何かあった時は全力でこれを確保するのだ。かしこまりました。いつの間にか私とマリーが数に入れられてるわね。俺頑張ります。だから兵士の件よろしくお願いします。随分王様に信頼されているようね。あんた何者。オベロン社総帥ヒューゴ・ジルコリストだ。よろしく頼むよ、元気なお嬢さん。オベロン社総帥。あれ、リオンと名字が違う。確かさっき親子だって。やあやあ、お待たせしました。いつも元気だな、レイノルス。囚人監視装置のご用命でしたね。二つタイプがありますけど、一つは可愛くてえげつない、もう一つは硬くてえげつない。どっちも一緒じゃないのよ。さあどっちにします。可愛いの。オッケー、ティアラタイプだね。準備よしっと。あとはこのスイッチを押してみてよ。これでいつでも好きな時に電撃をお見舞いできるって寸法さ。冗談じゃないわ。物騒なものつけないでくれる。無理に外そうとすればこの通り、発信機付きで居所も即判明。どうです、便利でしょ。使えそうだな。それじゃ僕は実験に戻るよ。報告を楽しみにしてるから。何が報告よ、冗談じゃないわ。しびれた。さて二人のソーディアンは
私の屋敷に届けられる手はずだ。取りに来なさい。私は一足先に戻っていいよ。町で一番大きな屋敷、目指すのはそこだ。お帰りなさいませ、坊ちゃん。レンブラント爺か、ヒューゴ様。旦那様なら2階にいらっしゃいますぞ。そうか、よし。新たなお役目を仰せつかったそうで、近頃富にご活躍ですな、坊ちゃん。坊ちゃんはやめろ。僕はもう子供じゃない。ふーん、坊ちゃんね。さすがオベロン社の御曹司様はお育ちがよろしいですこと。余計なことは口にするな。ルーティ、大丈夫か？お客人、どうか気を悪くされませぬよ。リオン様はわざと他人を遠ざけようとする性癖がおありでしてな。来たか。ここで立ち話もなんだ。広間へ行こう。マリアン、例のもの。来るのが遅い。何をグズグズしていた。なんだよその言い草は。リムロス、少し落ち着いて。みんなは事情を知らないのだから。文献によればソーディアンは全部で6本あったという。そのうちの半分がここに揃った。考えてみればすごいことだな。へえ、ソーディアンって他にまだ3本もあるのか。さて、諸君に改めて任務を伝えよう。王都ダリルシェードの北にあるストレイライズ神殿へ向かってほしい。神の目が無事かどうかを確認し、もしなかったら取り戻すんですよね。そうだ、これは重大な任務だぞ。分かってるよ、俺が兵士になるためのチャンスだもんな。そんなことはどうでもいい。どうでもよくない。人の目標にケチをつけるな。私はやるなんて言ってないわ。勝手に話を進めないでくれる。誰かに変われるのなんてまっぴらだわ。ルーティ様を舐めないでほしいわね。20万ガルドでどうかね。え、任務達成の暁に払う報酬だよ。仕事と考えれば納得できんかね。もう一声。25万。まあ、それだけ出してくれるならやってもいいかな。さっきの単価はどこへ行ったのだ。つくづくたくましい子に育ったわ。スタン君の士官の話も私から陛下に取りなしてあげよう。だから結果を出してくれたまえ。わかりました、任せてください。私は諸君に期待している。頼むぞ。よし、張り切ってなんとか神殿へ行くとするか。ストレイライズ神殿だ。名前くらい覚えんか。用事を思い出した。少しここで待ってよ。マリアン。リオン様、どうなさいました？そんな呼び方やめてくれ。ここには誰もいないんだ。そうね、ごめんなさいエミリオ。でもあなた出かけたのではなかったの？マリアンにまたしばらく会えなくなると思ってね。挨拶するのを忘れていた。それだけのために？寂しくなるんでね。仕方のない子ね。そんなではヒューゴ様に叱られるわよ。あんな奴のことなんか口にしないでくれ。エミリオ、そんなことを言うものじゃありませんよ。ごめんマリア、僕が悪かったよ。分かってくれればいいわ。それじゃあ行ってくるよ。エミリオ、気をつけてお行きなさい。大丈夫だ、心配ないよ。遅い。よし、出発するぞ。待たせてごめんの一言もないわけ。